小林製薬の紅麹を使ったサプリメントを摂取し健康被害が相次いでいる問題ではこれまでにサプリを摂取した後に腎疾患が疑われる5人が死亡していますきょう厚生労働省と日本腎臓学会は会見を開きこれまでに小林製薬から報告を受けていた死者5人は70代が3人90代が1人残る1人は不明だと発表しました性別は女性が3人男性が2人でした 5人のうち3人に前立腺癌や悪性リンパ腫などの起用歴があったということですまた日本腎臓学会によりますと健康被害が生じた95の症例のうち大半の患者が腎臓にある尿細管の機能が低下するファンコニー症候群だと確認されたということです